はい、どうも、たけのこ塾の大久保です。今回もですね、前回に引き続き、ここですね、資料の活用の、5回目ということで、相対度数とはっていうののね、2回目ね、2回目こちらですね、をやっていきたいと思います。でですね、前回ですね、この A グループと C グループってね、2つのハンドボール投げをしたね、グループね、あって、 A グループは、度数ですよね、度数が10人でしたね、度数が全体の度数は10人でした。で、 C グループは全体の度数が50人でした。ということで A グループと C グループは全体の度数がね違うので、どうしたらいいかというところで、このね相対度数ですね、この相対度数を比べれば、A グループと C グループをね比較できる、比べることができるというお話でした。で、前回ね作ったこのね、相対度数の表がね、これとこれになりますね。で、それですいません、前回ですね、ここ全部このね小数第2まで書いて統一して書いてたのに、ここのところですね、28から32をね、度数が0だったので、もう0ってそのまま書いちゃったんですけど、全部ですね小数第2で統一しないといけないので、前回のね動画見てもらうと0って書いてあったんですけど、ここですね 0.00 ですのでね、そういう風にね訂正してるっていうのをねちょっと頭に入れておいてください。すいませんでした。はい。で、それでですね、で、この今度はこのね相対度数の表をね作ったことでね比較できるようになったんですけど、それをもっとね目で見て分かりやすい形にするためにね、この相対度数の表ですね、これをこの度数分布多角形ですね、度数分布多角形を使ってね、目で見てね視覚的に分かりやすい形のね表を作りましたよとね。で、じゃあこのね度数分布多角形ですね、どうやって作ってるかっていうのをねちょっと一緒に見ていきたいと思います。この青の線ですね、この青の線で書いてあるのがこの A グループの方の度数分布多角形で、この赤い線で書いてあるのがこの C グループの方の度数分布多角形になりますね。で、まずですね、このグラフのですね、横軸ですね、横軸見てもらうと、横軸の方がこのそれぞれの階級ですね、それぞれの階級を、表しているね。例えば12以上16未満の階級だったら、ここですね、12以上16未満でここになるね。で、16以上ね未満ですね、20未満の階級だったら、この16以上20未満のここのところをね表しているよってね。で、この今度縦の方ですね、縦の方がねそれぞれのね階級のところのね相対度数を表しているとね。なんで、この A グループの12以上16未満の階級の相対度数が 0.20 なので、12以上16未満のところですね、ここの階級の幅のちょうど中点ね、真ん中のところの、ところで、この相対度数が 0.20 ってことで、この真ん中のところで、こう上に上がって、ちょうどこの 0.20 のところで、こういうふうにですね、点を打つよとね。で、同じような感じで、16以上20未満だったら相対度数が 0.50 なんで、16以上20未満のちょうどここの中点のところですね。で、なおかつ相対度数が 0.50 になってるここのところに点を打つとね、いう形で、ずっとですね、点を打っていって、で、線をね、結んであげて、A グループのね、この縦軸の方をね、縦の軸の方を相対度数で取った度数分布多角形ができてますよってね。この20から24のね、階級のところだったら 0.20 なんで、20から24のちょうど真ん中の点ですね。で、なおかつ、ここかな、0.20 のとこなんで、20から24の中点とね、この相対度数が 0.20 なんで 0.20 のところのここのところに点を打っているね。で、この24から28のところは 0.10 が度数なんで、24以上28未満のちょうどこの中点のところで、相対度数が 0.1 ね、 0.10 なんでちょうどここのところですね、 0.10 のここに点を打っている。で、28から30にはね、0なんで、ヒストグラムを元にした度数分布多角形の時と同じように、28から32のちょうど中点のところに0を打つとね。で、言い忘れてたんですけど、こっちの左側の部分ですね、0から12のところもね、ないので、ね、0なんで、ちょうどこの中点のところにね、0の点を打っておくと。こうやって A グループの方は、縦軸にですね、相対度数をね、取った
度数分布多角形ができてるよと、ね、で C グループも同じ感じですね。12以上16未満の相対度数が 0.10 だから12から16の中点、ね、で 0.10 なんでこの 0.10 のところで点を取ってるとね。で次が16以上20未満ということで、ここね相対度数が 0.20 で16以上20未満のところですねの中点で 0.20 ね 0.20 のところで点を打つと。で同じように20以上24未満のところですねが 0.44 なんで20以上24未満のちょうど中点のところで、なおかつこのね、0.44 のところですね、 0.44 のところで点を打っている。で次が24以上28未満で、0.18 が相対度数なんで24以上28未満のちょうど真ん中のところで、なおかつ 0.18 なんで、まあ、大体 0.18 のところで、ね、点を打っている。で28から32のところが、0.08 ですよね。なんで28と32のちょうどね中点のところで 0.08、 大体 0.08 ぐらいのところに点を打ってる。で最後ですね、まあ何もないところですね、32以上36未満の階級のところが、ね、0ということなんで、32から36のちょうどね中点のところに0の点を打って、そしてあと全部点をこういうふうにね線で結んで C グループですね、 C グループの度数分布多角形ができてますよという形になりますね。なので、まあ、あのヒストグラムをね、あの元にした度数分布多角形とね、まあ、大体同じような、ね、形なんですけれども、ただこの縦軸の方がね、度数ではなくてこの相対度数でね、表されているよと、ね、いうところになります。はい、でですね、最後ねこれね、じゃあこの A グループと C グループですね、まあ、こういうふうにね度数分布多角形、相対度数の度数分布多角形をね作って A と C ね比べた場合どうですかね。 A よりも C の方がですね、よりボールをね遠くにね、投げてる人たちがね割合が多いですよね。よりこっち側にね、偏ってるので、グラフの方がねこの A よりも C の方がですね、よりこうねボールが遠くにね行ってる距離がある方にこうね傾いてるので、まあ A グループよりもね C グループの方がねよりね遠くに飛ばす人がね多かったんじゃないかっていうのが読み取れるということになりますね。まあ前回と今回でねこの度数のね、合計のね、値が違ってても、こっち10人でこっち50人でね違ってても、この相対度数っていうのをね使えば、まあそれぞれのねこの資料ですね、個数じゃない、度数ですね、度数が違ってもねちゃんと比べることができるよというところになりました。はい、ではですね今回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。